随縁寺は東京都渋谷区千駄ヶ谷にある総統州の寺である。三号は高雲山金剛院。随縁寺は千駄ヶ谷の総鎮寺である鳩森や渡神社の別当寺であった。よく整備された境内は広く、梅林があるほか、椿、筒子、萩なども植えられている。随縁寺の梅園は早咲きで知られる。本堂右手の無縁塔の最上段には六面に。 地蔵像を浮き彫りしたかさづけ型の六面刀があるが、これは渋谷区内で唯一六地蔵信仰を表すものである。また、無縁刀の左側には側面に稲穂を加えた狐が掘られた高信刀が2基設置されており、稲荷信仰を示している。高信刀の一つは、教法5年に置かれたもので、もう一つの年代は不詳である。本堂正面の墓地には、陸軍中将で、 お牛空の光栄である、旧旗本、須藤滝葉や土木技術者、衆議院議員である、久米民之助の墓がある。裏手の墓地には、廃人、大白堂桃となりや、高男子、三代目、一流斎ただし、山らの墓がある。幕末の幕臣、木村海修も当初は、随縁寺に埋葬され、後に、青山霊園に墓所が移されている。随縁寺は、 千田ヶ谷の高台にあり、門前に通じる坂には、榎の木坂という名がついている。また、寺の北側には、観音坂という坂があり、この坂は、随縁寺が別当寺であった、鳩森八幡神社に通じている。随縁寺のすぐ東、外縁西通りの手前には、日蓮州の寺、千住院がある。また、観音坂の入り口には、新言州の寺、清林寺がある。 えのき坂は東京都渋谷区駄ヶ谷2丁目28番30号付近にあって随縁寺の門前へと登る細い坂道である。坂の名前はかつてこの坂にえのきの巨木があったことにちなむと言われている。このえのきの巨木はオマン、えのきと呼ばれたが、えのき坂の中ほどには中日オマーン大使館があった。しかし、オマーン大使館は2009年5月、 渋谷区広尾に移転した。えのき坂には大東は戦争前まで、オマン、えのきと呼ばれるえのきの巨木があった。この巨木は、上部が二股に分かれており、人間が逆立ちした形で、股の部分が空洞になっていたことから女陰に見られ、性的信仰、正規崇拝の対象となって、内藤新宿周辺の遊女や、か神などが多く拝みに来たという。オマンエのキの名は、 先住院を創建した徳川頼信の聖母、おまんの方がこの木を信仰したことによる。おまんの方は随縁寺住職のおばでもあったことから、霊木されたこの絵の木をたびたび訪れていたとも伝わる。また、江戸庶民は、ふるさと大明神との上りを立ててこの絵の木を祀った。この絵の木は、江戸時代初期の王風により折られ、根幹が朽ちて、ら穴を開けた後、 不思議にも2本のワカメが穴の左右から生じて、身長、人間が逆立ちしたような形となったものという。これが評判となったことからそのホラー穴に稲荷が祀られ、エノキ稲荷として拝まれるようになった。しかし、エノキ坂にあったエノキと、エノキ稲荷は1945年5月、アメリカ軍による空襲で被災し消失した。戦後、エノキ稲荷は、随縁寺の裏側。 えのき坂の入り口から分かれて、鳩森やわた神社方面へと登る坂の途中に移築、再建され、商売繁盛、縁結び、金縁、小佐づかりや子供の病気併誘などの信仰を集める、えのき稲荷がある。現在、稲荷の傍らには、おまん、えのきと、えのき稲荷の縁起という遺書が書かれた石碑があるが、これは、随縁寺と、 先住院によって1950年5月に建てられたものである。1937年に出版された白石実像の著書には絵の木坂について次のような記載がある。ありがとうございます。